シュールブリードの初代、ポンソンビー男爵アーサー・オーガスタス・ウィリアム・ハリー。ポンソンビーは、イギリスの政治家、貴族、ベスバラ伯爵家の分流の生まれ、はじめ自由党、ついで労働党の政治家となり、労働党政権下で役職を歴任した。1871年2月16日に、ベスバラ伯爵家の分流で、ビクトリア女王の個人秘書を務めた、陸軍軍人、 サー・ヘンリー・ポンソンビー大将とその妻、エリザベスの間の三男として生まれる。長兄に陸軍少将となるサー・ジョン・ポンソンビー。次兄にヒソンビー男爵に除されるフレデリック・ポンソンビーがいる。イートン校を卒業。イートン校在学中の1882年から1887年にかけては、ビクトリア女王の名誉保証を務めた。 その後、オックスフォード大学ベリオールカレッジへ進学。1894年から1903年にかけては、外交官をしていた。1905年から1907年にかけて、ヘンリー・キャンベル・バナマン首相の個人秘書を務めた。1908年から1918年にかけて、キャンベル・バナマンの選挙区だったスターリング・バラズ、選挙区から自由党所属の庶民委員に、 選出された。ついで1922年から1930年にかけては、シェフィールドブリッジサイド選挙区から選出される、労働党所属の庶民議員となった。1924年1月から11月にかけては、第1次、マクドナルド内閣で外務省政務次官を務め、ついで1929年7月から12月にかけて、第2次、 マクドナルド内閣のドミニオン省政務次官1929年から1931年にかけては、運輸省政務官を務めた。1930年1月17日には、サセックス州における、シュールブリードのシュールブリードのポンソンビー男爵に乗され、貴族院議員に転じた。1931年3月から8月にかけて、ランカスター公領大臣を務めたが、 同年8月の労働党の分裂に際して主流派に属して下野した。その後は反対党貴族院院内総務となり、1935年まで勤めた。1946年3月24日に死去した。尺位は長男のマシューが継承した。1930年1月17日に以下の尺位を新規にノぶされた。作曲家の初代順弾尺。 チャールズ・ヒューバート・パリーの娘、ドロシア・パリーと結婚し、彼女との間に以下の2種を設けた。ありがとうございます。